セツイリアフォングリーヒエンラントウントデーネマルクは、ヘッセン大公家課長、ゲオルクドナトゥスの妻。ギリシャ王国の王族で、ギリシャ語名はセシリア、または、ケキリアティスエラザスケザニアス。家族からは、セシルと呼ばれた。日本語文献では、セシリアの名で言及されることが多く、本記事でも以下これを用いる。ギリシャ王子アンドレアスと、アリス・オブ・バッテンバーグの三女として、 ギリシャ王家の夏のリキュータといで生まれた。姉にマルガリタ、セオドラ、妹にソフィア、弟にエディンバラ公フィリップがいる。1922年、母方のおじ、ルイス・マウント・バッテン教とエド・ウィナーシュレイの結婚式に姉妹たちと一緒にブライズメイトを務めたことがあった。1931年2月、ダルムシュタットで元ヘッセン大公。 エルンストルートビヒの対抗生子、ゲオルク・ドナトゥスと結婚した。二人は、ルートビヒ・エルンスとアレクサンダー・ゲオルク、ヨハンナ・マリナの三子を設けた。1937年5月、セシリアは、夫と共に、ナチスに入党した。1937年10月、ゲオルク・ドナトゥスの父、エルンストルートビヒが亡くなった。その数週間後に、 ゲオルクの弟ルートビヒとマーガレット・ゲッテスの結婚式がロンドンで挙げられることになっていた。11月16日、ゲオルク・ドナトゥス、セシリア、二人の息子たち、エレオノーレ大公ーヒラ一行はロンドンへ向けてダルムシュタットを飛行機で立った。ベルギーのオーステンデに差し掛かったところで、搭乗機は工場の煙突に激突して墜落。乗客、乗員全員が死亡した。 第四項を妊娠して八ヶ月の身をもだった、セシリアの遺体は残骸の中から発見された。セシリアは、夫と息子たち、そして死産した男児と共に、ヘッセン大抗家のローゼンローへの墓地に葬られた。孤児となった一人娘、ヨハンナ・マリナは、オジルート・トビヒとマーガレット夫妻に引き取られた。しかし、ヨハンナ・マリナはわずか二年後に、脳膜炎で溶接し、 両親と兄弟のもとに葬られた。ありがとうございます。